はい、こんにちは。ジョセフ・ティテルさんが4月1日土曜日に4月の予知予測ライブをしていました。元動画へのリンクはディスクリプションに貼っておきます。もう早速内容に行きます。4月に次から次へと起きることは大きな浄化だと捉えてみてください。長く続いた涙や闇側が残していった汚いものを洗い流してくれます。 嘘や不正にまみれた人々に対する記録的な情報、真実、正義が出てきます。4月はさらにカルマが目に見える形で現れます。個人的なカルマももちろんのこと、リーダーやインフルエンサーなど注目される人たちにカルマが訪れたのが見えるようになります。彼らの嘘や不誠実がわかる一方で、 彼らはポジティブな行動を起こすべきです。宇宙のすべてのこと、摂理と同じで、陰と陽、またはポジティブとネガティブのバランスが崩れると問題が噴き出してきます。カルマは素晴らしい祝福として現れることもあります。自分のことだけでなく、他人や地球に対して徳を積んだ人たちは、ポジティブな意味で報われることになります。 5月の予知予測も悪いこともあればいいことも必ずあるでしょう。4月7日の2023年2度目の水星の逆光のプリシャドウからエネルギーシフトが始まるとコミュニケーションに影響があります。逆光のエネルギーの時は真実が出てくる時、嘘のつけない時です。 ほぼ7ヶ月、おうし座にいた後、火星が双子座に入ります。双子座もコミュニケーションの星座です。この2つのことによって、4月は真実、正義のローラーコースターのような1ヶ月になります。4月21日には、水星の逆光だけでなく、木星がお羊座に入ります。4月19日は新月。 4月20日は日食です。4月19日から4月22日が今月で最も重要な期間になります。4月は波動的には数字の2の月で、1の月だった3月に計画したこと、思いついたことを行動に移す時です。春の初めに惑星の逆行がある今回は、片付けの時間を確保するようにしましょう。 家とかオフィスに何か新しいものを加える。例えば、壁のペンキを塗ったりしてみましょう。レベル4の太陽の磁気嵐、先週感じましたか私はめまいがしました。あれは我々のエネルギーの再調整で、私たちの DNA の振動、波動も再調整を受けました。スピリットはこういうことが少なくとも3度続くと言っています。 今から5月初旬までの間に次の太陽の時期嵐がやってきますスピリットは1859年にあったキャリングトンの出来事が繰り返すと言っています今年の4月ではありませんが2023年、2024年の間に起きるでしょう今から来るエネルギーシフトの時4月末に大規模なソーラーフレアがあります 4月7日にはエネルギーの変化を感じ始めて21日にははっきりとわかるようになるでしょう。このエネルギーシフトは人類を再調整して新しいレベル、新しい振動、波動へと連れて行ってくれます。スピリットは3月よりも4月にさらに DNA がアップデートされるだろうと言っています。それを受け取るためには 瞑想すると効果があります。素晴らしい変化を拒むと体調を崩すことになります。4月は残念ながら洪水や壊滅的な自然現象があります。スピリットが最後は必ずいい側が勝つとずっと言ってきたことを覚えておいてください。洪水は3月よりもずっと大規模になって、 スピリットは3月の洪水が小雨のように感じるだろうと言っています。私は以前、アメリカの西海岸、オーストラリアの一部、そしてニュージーランドに警告を出していましたが、アメリカの西海岸、カリフォルニア、ワシントン、オレゴン、そしてネバダでは、これからも大きな洪水が発生するでしょう。 洪水についてチャネリングをしているときにネバダとラスベガスがとてもはっきりと見えました。ラスベガスとその周辺で洪水を含む複数の出来事がありそうです。ネバダ、ラスベガスの人々は足元の地面が近い将来揺れるでしょう。スピリットによると地震活動が超活発になるそうです。 この超活発な地震活動によって地下の溶岩が外に出てきたがるようになり、ラ・パルマでの最近の火山噴火と並ぶ大きな火山噴火がありそうです。スピリットはトルコでの大地震は地球の覚醒の始まりと言っています。人工的な技術を使って起こしたものかどうかは関係ありません。 人工的なものも、もしも気に入らなければ、地球がそれを起こさせないからです。すでに多くの列車が脱線し、交通機関の事故も発生しました。2023年の元旦の世界余地で、事故が増えると警告していた通りです。これまでに飛行機やヘリコプターの墜落のビジョンも複数見えています。 事故のエネルギーは4月に特に移動、旅行とコミュニケーションで増大します。つい最近アメリカでは2機のヘリコプターが衝突して墜落しましたが、事故のエネルギーが強まるのはこれからです。突然飛行機や列車の事故が増えると人々は信じられない気持ちになって陰謀論者たちが騒ぎ立てるでしょう。事故は 飛行機や列車だけでなく、自動車でも起きるでしょう。出かけるときには十分に気をつけてください。4月半ばから5月半ばにかけては移動がしづらくなります。飛行機の便の遅れやキャンセルも発生するでしょう。レッド・チェッペリンのコミュニケーション・ブレックダウンという歌の歌詞のようです。 水星の逆光によってハイライトが当たるのは遅れ、遅延です。何をするにも急がないことです。どこにも行かなくていいのだとしたら、それはラッキーなことです。電化製品、コミュニケーションにも影響があります。突然携帯が動かなくなったり、インターネットが何時間もつながらなくなっても、 パニックにならないことです。ベライゾンとか AT&T、コムキャストとかそういう大規模の通信が何日もダウンして理由の説明がないかもしれません。止まってしまうのは電話やインターネットケーブルだけでなく大きなソーシャルメディアのプラットフォームにも問題があって人々は Facebook、TikTok、 Google にアクセスできなくなりますハッカーたちが入りやすい状態になってなんかこう門を開放しているような状態になって史上最大のハッキングが行われるようですスピリットにこのことについてもうちょっと詳しく教えてと聞きましたが詳しくはわかりませんでしたスピリットによるとそれそれとハッキングは 内部のものの犯行のようですソーシャルメディア大手 IT 企業その他大企業がツケを払う時がやってきたとスピリットが言っています大きな訴訟が起こされて大企業が多額のお金を支払うことになりそうです特に IT 企業コミュニケーション電子機器に関わる全般のことです 水星の逆光がコミュニケーションと電子機器に影響を与えるからです。中には政府から強制的にお金を支払わされるケースも出てくるとスピリットが言っています。この期間は契約書などに署名をするのもやめておきましょう。特に逆光とあなたの星座が関係している場合は 契約書の署名はししないいようにしてくださいそれからビジネスなど新しいことも始めないように逆にすでに始め始めたけれど終わらなかったことを終わらせるのにはいい時期です電子機器モーターのついているものを買うのも修理しようとするのも良くない時期ですうまく修理されないからです これは4月7日のプレシャドウから始まり、これ逆光のプレシャドウですね、から始まり、21日にははっきりと影響を与えるようになり、5月の第2週まで続きます。これまでになかったような停電があるでしょう。いくつかの国では長期間暗くなる場所が出てきます。結果、残念ながら社会不安が発生します。今、ア,アフリカがはっきりと見えました。 かなり大きな発電所でハッキングとサボタージュがあります場所を特定しようとしましたがそれは分かりませんでしたスピリットは何日も何週間も電気がない状態になるだろうと言っていますコミュニケーション旅行移動金融が4月の大きなハイライトになります銀銀行や銀行やシステムは、 4月も引き続き注目を浴びます。小さな銀行が閉鎖されるようになり、人々の長蛇の列が見えます。イタリアも見えました。電子マネーだけでなく、お金を、現金ですね、を手元に持っておいてください。一番いいのは、食料、水、その他必要品を物理的な形で備蓄しておくことです。 まもなく多くの人々のお金が消え始め、破綻寸前の銀行に取られてしまいます。これは以前も警告していたことで、今回スピリットが再び見せてくれました。もう一つあり得るシナリオは、破綻したクリプトカレンシーの会社があなたのお金を持ち逃げするというものです。株式市場も今月下落し、アメリカのドルの衰退も 今月以降はっきりとするでしょう以前予知したように貴金属の価格が上昇しますスピリットが前にも言っていたように少し下がってからその後急上昇するようです前にも言いましたが少々下落してから高騰するということですいくつかの国で高齢者への手当が減ったりなくなったりする提案 法案が出されてそれに対して反対する戦いが始まりますアメリカではアイラ、IRA がいい例ですね金や貴金属で担保できるといいですもしも新しい家を買おうとしているのであればちょっと待ってみるといいでしょう価格が下がるのでちょっと待つだけで随分得しますリーダーたち、国の首脳たち、有名人など 目立つ人たちに恥ずかしいことが起こりますハリウッドのサインが崩れるビジョンの話をしたことがありましたねこれまでたくさんしてきたハリウッド周辺の余地が実現するのはこの四月なのかもしれませんハービー・ワインスタインとかビル・コスピーのような事件がまた表面化するのかもしれませんエプシティについての事実が さらに出てきても不思議ではありません。または、新たなエプシティン、エプシティンの後継者みたいな人が出てくるのかもしれません。人々はパニックに陥るとめちゃくちゃになりやすいので、皆さんどうか落ち着いて地に足をつけて、ポジティブでいてください。自分が口にする言葉、テキストのメッセージにも気をつけてください。4月には、 大きな誤解が生じる可能性があります。4月、5月には空での出来事が増えます。UFO の目撃が増え、中国先日の中国のスパイ気球のような出来事もまたあるでしょう。スピリットは彼らが我々の目の前に見せてくることを信じないようにと言っています。空での出来事には。 車や家や人の上に何か不思議なものが落ちてくるというのも含まれています。空から降ってくるものはそれぞれがお互いに関連してはいないようですが、おかしなものが降ってきます。さらに大量の鳥も空から落ちてくるようです。なんか死んで落ちてくるようです。空での出来事についてチャネルリングしているときに、オーストラリアがはっきりと見えました。 空をしっかりと見て、録画の準備、カメラとか携帯とか、録画できるものの準備をしておいてください。新しい惑星もいくつか発見されるようです。そのうちの一つは、思っていたよりずっと地球に近い場所にあるでしょう。もしも惑星とか彗星が地球に近づいているぞというニュースが出たら、スピリットはそれはフェイクなので、信じないようにと言っています。 記録的な大きさの隕石の衝突のすごい映像が見られるでしょう小さい隕石が建物にぶつかるのが見えガラスが割れる音が聞こえましたただ怪我人は出ないようですジュリアン・アサンジが思い浮かびました数週間前にも話題にしましたよねジュリアン・アサンジとかあとスノーデンのような内部告発者が出てくるでしょう しばらく見えていたことですが4月半ばから5月半ばまでの今回のエネルギーシフトの間に実現するのかもしれませんねがん治療や発電エネルギーをこう作るようなエネルギーの分野で素晴らしい新技術のブレイクスルーがあるようです何十年も隠されてきたエネルギーを作る方法を これ以上隠すことが難しくなってきています。AI は4月にも最先端に到達、特にチャット g p t のようなアプリをめぐって議論となります。チャット g p t やそれに似たアプリは人々の心配の種になって AI 技術を廃止しようとする動きが起こりますが、それはうまくはいかないでしょう。4月だけでなく2023年は 問題解決をもたらす年です銀行システムがいい例です現在の通貨は新しい通貨にとって変わられようとしていますスピリットは闇に引っ張り込まれても2024年4月までにはそこから出て光へと入り新しい考え方、完全なリニューアルをもたらすだろうと言われています 4月で注目するべき日は、4月19日から21日とマスターナンバーの22日、なので19日から22日にかけて、5日と6日の満月の時、9日、10日、11日の3日間、イースターの週末、特にイースターの日が良くない意味でものすごくはっきりと見えました。イースターの大量殺人みたいなタイトルがつきそうなニュースができ出てきそうな感じです。 当たらないことを祈ります一応付け加えておくとエンターテイメントパーパーシスオンリーです4月23日については別の動画で話します瞑想や祈りポジティブな結果を思い描くことによって多くの悪い予知予測の実現を防ぐことができますさらに何があるのか分かっていることで備えることができますあなたの人生言葉思いはあなたのものあなたの将来の 将来へのブループリントです。4月のエネルギーで生まれ変わることを拒ま,拒まないようにしましょう。必要ないものは手放すことです。ということでした。以上です。えっと、長いのでおまけほんと一つだけ。ユダヤ人によくあるシュタイン、STEIN っていう名前。 これ、ドイツ語では石とか岩っていう意味なんですけれども、この読み方についてこう和訳をして出しているとですね、たまに違いますみたいなコメントをいただきます。えっ、ー、と、私はアメリカでのこう名前の発音そのままでお伝えしています。で、同じシュタインでも、アメリカに移民してきた時に、どのような名前で自己申告したかによって読み方って違うことあるんですよね。で、アメリカ市民になるときって、 言ったら元の名前と全然違う名前を選ぶことも可能です。私知り合いの日本人で帰化した時に上も下も完全に白人の名前にした人がいます。まあ、あなた誰ですかみたいな感じ。で、シュタインっていう名前のユダヤ系の人たちもアインシュタインのようにシュタインのままの人もいればワインスタインのように、だからワインスタインなんかは、うんと、 ドイツ語ではワインシュタインですよ。でも、ワインスタインのように英語読みの発音に変えた人、あと、エプシュティーンみたいに、シュティーンに自分でした人もいます。で、これで多分ドイツのハッチュがイギリスに移民してロスチャイルドになったようなものかなって思います。というわけで、stay safe, stay healthy.